ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。三笘にチェルシー移籍の噂が上がってるらしいけど、本当？そうなんだよ。てなわけで今回はチェルシーは三笘の獲得を検討について解説するぜ。ぜひ最後まで付き合ってくれよな。こんな感じでサッカー界の気になる話題を取り上げているので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていってね。マリサ、チェルシーが三笘薫を狙ってるって本当なの？ああ、本当だぜ。イングランド一部のブライトンでプレイする三笘薫は、昨シーズンに負傷で長期離脱していたけど、新シーズンに向けて復帰する見込みなんだぜ。それは良かったわね。でも、どうしてチェルシーが三笘を狙ってるの？三笘は、ブライトンでの初シーズンに7ゴール5アシストを記録して、プレミアリーグで大活躍したんだ。それに、チェルシーの専門メディアザ・チェルシークロニクルも三笘はリーグ全体で最も印象的でエキサイティングなウイングの一人と評価しているんだぜ。それだけ評価されてるのね。でも、チェルシーはもうアプローチしているの？現段階では、チェルシーからの具体的なアプローチはまだないらしい。だけど、彼らが三笘の才能に注目していることは確かなんだ。なるほど。ところで、昨シーズンの三笘はどうだったの？昨シーズンは怪我でシーズンの大半を離脱していたから、プレイする機会が少なかったんだ。それが原因で、ブライトンも不振のシーズンを過ごしたんだぜ。でも、プレシーズンでは全体練習に復帰していて、7月に日本で行われるツアーにも参加予定なんだ。それは嬉しいニュースね。新シーズンに向けて期待が高まるわね。そうだな。新体制のブライトンではエースの一角として期待されているから、チェルシーだけでなく他のクラブからも注目されるだろうな。チェルシーのファンも三笘のプレーに注目しているってことね。その通りだぜ。スタンフォードブリッジで対戦した時に、その才能を思い知ったって話だ。新シーズンからはエンツォ・マレスカ監督の指揮で、チェルシーは着々と補強を進めているんだ。三笘へのアプローチも注目だな。それじゃあ、次は三笘のブライトンでのプレーについてもっと詳しく教えてよ。任せてくれだぜ。次のパートで解説するから、ゆっくりしていってくれ。さて、マリサ。三笘がブライトンでどんな活躍をしてきたのか教えてよ。もちろんだぜ。三笘は2022年にブライトンに移籍して、プレミアリーグに初挑戦したんだ。最初のシーズンでは7ゴール5アシストを記録して、瞬く間にチームの中心選手として活躍したんだぜ。すごいわね。初挑戦でそれだけの成績を残すなんて、どんなプレーをしてたの？彼はウィングとしてのスピードとテクニックが抜群なんだ。相手ディフェンダーをかわして切り込んでいくドリブルや、正確なクロスで得点機会を作り出すプレーが持ち味なんだぜ。特に、プレミアリーグの強豪クラブ相手にも物怖じせずに挑む姿勢が印象的だったな。なるほど、それで多くのファンや専門家から高く評価されているのね。そうだな。彼のプレーはブライトンだけでなく、他のクラブやファンにも強いインパクトを与えたんだぜ。でも、昨シーズンは怪我で長期離脱してたんでしょ？それは大変だったんじゃない？ああ、昨シーズンは怪我の影響でシーズンの大半を欠場することになってしまったんだ。それが原因で、ブライトンも苦しいシーズンを過ごすことになったんだぜ。それは辛いわね。でも、今は復帰してるのよね？そうだぜ。今夏のプレシーズンでは全体練習に復帰していて、調子を取り戻しているみたいだ。7月に行われる日本でのツアーにも参加予定だから、ファンにとっても楽しみなニュースだな。それは良かったわ。新シーズンに向けて、どんな活躍をしてくれるのか楽しみね。そうだな。新体制のブライトンで、再びエースとして活躍することが期待されているんだ。もちろん、チェルシーをはじめとする他のクラブからも注目される存在だから、移籍市場での動向も目が離せないぜ。チェルシーへの移籍の話もあるけど、ブライトンでの活躍も続けてほしいわね。そうだな。どちらにしても、三笘のプレーを楽しみにしているファンにとっては嬉しいニュースだぜ。それじゃあ、次はチェルシーが三笘を獲得した場合の影響について教えてくれる？わかったぜ。じゃあ、次のパートで解説していこう。それじゃあ、チェルシーが三笘を獲得した場合、どんな影響があるのか教えてよ。了解だぜ。まず、チェルシーにとって三笘の加入は攻撃力の大幅な強化になるんだ。彼のスピードとテクニックは、どのチームにとっても脅威だからな。チェルシーは攻撃陣に問題があったの？そうだな。昨シーズンのチェルシーは、攻撃面での課題が多かったんだ。得点力不足が深刻で、特にウイングのポジションでの選手層が薄かったんだぜ。だから、三笘の加入は大きなプラスになるんだ。なるほど、三笘が加われば得点力がアップするってことね。その通りだぜ。それに、三笘のプレイは観客を魅了するから、スタンフォードブリッジでの試合も盛り上がること間違いなしだ。ファンも大喜びね。じゃあ、三笘がチェルシーでプレイすることになったら、どんなシナリオが考えられるの？
例えば、三笘がチェルシーのウイングとしてレギュラーに定着した場合、彼のスピードとテクニックを活かして多くの得点機会を作り出すことが期待できる。特にカウンターアタックでの活躍が楽しみだな。カウンターアタックって？カウンターアタックは、相手が攻撃している時にボールを奪って、素早く反撃する戦術だぜ。三笘のスピードはこの戦術にぴったりなんだ。なるほど、それならチェルシーの攻撃が一気に強化されそうね。ああ、それに彼の加入でチーム内の競争も激しくなるだろうな。他の選手たちも負けじとパフォーマンスを上げるから、全体的なチーム力も向上するだろう。チーム全体がレベルアップするってことね。じゃあ、三笘がチェルシーに加入した場合のデメリットはあるの？デメリットとしては、適応の問題が考えられるな。新しい環境やチームに慣れるまでに時間がかかるかもしれない。それに、怪我の再発も心配だな。それは心配ね。でも、彼ならきっと乗り越えられるわよね。そうだな。彼の実力と精神力なら、どんな困難も乗り越えられるはずだぜ。それじゃあ、次はブライトンに残った場合のシナリオについて教えてよ。わかったぜ。それについては次のパートで解説していこう。さて、次は三笘がブライトンに残った場合のシナリオについて教えてよ。もちろんだぜ。三笘がブライトンに残る場合、まず期待されるのは彼の完全復帰とさらなる活躍だな。怪我から復帰したことで、再びチームの中心選手としてのパフォーマンスが期待されているんだ。ブライトンのファンも彼の復帰を待ち望んでいるわね。そうだな。彼のドリブルやゴール、アシストはファンにとって大きな魅力だ。それに、彼がチームにいることで他の選手たちも刺激を受けるだろう。三笘がいることでチーム全体の士気が上がるってことね。その通りだぜ。それに、三笘がブライトンに残ることで、クラブとしての安定感も増すんだ。特に、新シーズンではエースの一角としての役割が期待されているから、チームの戦力として非常に重要なんだ。それなら、ブライトンも強くなりそうね。ああ、それに彼の存在は若手選手たちにとっても大きな刺激になるんだ。三笘のプレーをお手本にすることで、若手選手たちの成長も期待できるんだぜ。なるほど、チーム全体の未来が明るくなるわけね。そうだな。さらに、ブライトンでの活躍を続けることで、三笘自身の市場価値も高まるだろう。将来的にはさらに大きなクラブからのオファーが来るかもしれないし、ブライトンでの成功は彼のキャリアにとって大きなプラスになるはずだ。それは楽しみね。でも、三笘がブライトンに残ることでのデメリットはあるの？デメリットとして考えられるのは、もしブライトンが大きなタイトルを争うようなチームになれなかった場合、三笘のキャリアのピークを逃してしまう可能性があるってことだな。彼の才能を活かすには、より高いレベルの競争が必要かもしれない。それは難しい判断ね。でも、どんな選択をしても応援したいわね。そうだな。三笘がどんな道を選んでも、その活躍を期待して応援し続けることが大事だぜ。それじゃあ、次はチェルシーとブライトンの今後の動向について教えてくれる？了解だぜ。次のパートで解説するから、ゆっくりしていってくれ。さて、次はチェルシーとブライトンの今後の動向について教えてよ。もちろんだぜ。まず、チェルシーは新監督のエンツォ・マレスカの下で、チームの再構築を進めているんだ。補強も着々と進んでいて、今後の移籍市場でも注目のクラブなんだぜ。チェルシーがどんな選手を獲得するのか楽しみね。ああ、特に攻撃陣の強化を進めているから、三笘のようなウイングプレイヤーの加入も期待されているんだ。彼がチェルシーに移籍すれば、チームの攻撃力が一気にアップするだろう。それはワクワクするわね。でも、ブライトンはどうなの？ブライトンも新体制の下でチームの再構築を進めているんだ。特に、三笘のような若手選手の成長に注力していて、将来的なチームの強化を目指しているんだぜ。ブライトンも楽しみなチームね。ああ、ブライトンは若手選手の育成に力を入れていて、将来的にはトップクラブに成長する可能性もあるんだ。三笘がその中心選手として活躍すれば、チーム全体の成長にもつながるだろう。なるほど、両チームともに将来が楽しみね。その通りだぜ。それに、プレミアリーグ全体の競争も激化しているから、どのチームも油断できないんだ。特に、三笘のような選手が活躍することで、リーグ全体のレベルが上がるから、ファンにとっても見どころ満載なんだ。プレミアリーグがますます面白くなるってことね。そうだな。これからのシーズンがどう展開するか、本当に楽しみだぜ。三笘がどんな道を選んでも、その活躍を見逃さないようにしような。そんなところで今回の動画は終わりにしようかな。みんなは今回の件、どう思っただろうか？コメ欄で意見を聞かせてくれたら嬉しいぜ。動画が良かったら高評価、つまらなかったら低評価、どっちでも押してくれたら励みになるよ。こんな感じのサッカーの話題をやっているので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていってくれよな。それではまた別の動画で、頑張れ日本。